こんにちは、体の枝10万円勝負です。今日は2022年の9月21日を2時間ほど過ぎてますけども、見ていきたいと思います。現在の円高円の値段は 63.9 ということで、まあ、相変わらずですね、はい、でも今日明日あたりでね、ちょっと動きそうですよね。経済指標の発表と、あとハードフォークですよね。はい、ハードフォークは、あと1日、はい、明日、まあ、日本時間でいうと明後日の朝ということになりますね。はい、そしてノードの方はもうね、こう 98% に到達してましたけども、 98.82 ですから、はい、もう 99% 近くまで行ってるということですね。はい、そして、IOHK のページですと、もう皆さんご存知ですけどね、ここに、取引所、まず進捗ですね、進捗 99%、まあ、先ほどと一緒ですね、99% が、1.35 点差に変わりましたと。で、下の方に行くと、ここですね、取引所、これ日本語じゃちょっと見にくいな、はい、トップ12の取引所がほとんどレディーになりましたね、はい、準備完了と。ということで、コインベースだけ今やってますよということですね。はい、日の丸さん、カルダナの NFT は日本での認知度はとても低いですが、すでに世界的な NFT トレーダーが注目しているようです。国内 NFT プロジェクトも有望ですが、レッドオーシャン化する前にカルダナの NFT というブルーオーシャンを注目してみてはいかがでしょうということで、こちらコーヒーさんのツイートですけど、カルダナに突如参戦した海外の辛口 NFT トレーダーがイーサレム、ソラナを巻き込んで話題沸騰中。カルダナのインフルエンサーとしてもトップに躍り出ています。そういえばまだ日本で数万単位のフォロワー規模のインフルエンサーがほとんど参入していない状態ですよね、ということで、この方ですよね、この方が、もともとはイーサレムとかソラナの人が体の方に、ね、入ってきて、で体のインフルエンサーとしてもトップに躍り出たということだそうです。はい、BTV さん、ここ数日で海外のコアの NFT ファンは体の CNFT に流れつつあると。日本の NFT インフルエンサーも早く気づいてほしいということで、こちら、はい、アイコンを見ると、日本人じゃないですよね。はい、で先ほどのトップに躍り出たという方みたいですね。はい、でちょっと日本語で見てみますが、こちらの方、こちらの方は、単一のトランザクションで複数の取引が可能なチェーン、非カストであるステーキングウォレットを排出できないアンカラガスを紹介してくれた。DLEPバーズに興奮しすぎたので、すべての財産をカルダノに移行していますということですね。はい、そしたらすかさずアルゴランドはどうだって言ってリツイートされている方がいますけど、こちらに、アルゴランドとイーサリアムとソラナとカルダノの比較表が載ってますね。はい、で一番左がアルゴランド、まあ、この順番に載ってるんですけど、まあ、カルダノもまあまあいいんですけど、アルゴランドがねこんなにいいよという絵になってます。はい、こんな感じで、まあ、見た感じ、まあ、私もその知識ないんですけど、まあ、確かに嘘は書いてないような感じがしますが、まあ、プルーフオブステークっていうか、スマコンが、ね、できるようになったのが、まあ、アルゴランドの方がもうだいぶ早いので、体に2年ぐらい早いのかな。なので、もう DApps が、ね、もういっぱいできていて、それで、あとはここのプルーフオブステークのところが、こっちがまあいいようになってますけど、ここはステーキングとか、あとそのバリデータとかね、なんかいろいろ種類があったりして、で、結構あのロックみたいな、なんかね、機関的なものもいろいろ制約があるみたいなので、ここを色つけちゃいけないような気がするんですけどね。はい、なのでちょっとね、まあ先を行ってるっていうぐらいの感覚じゃないのかな。はい、まあ、ちょっとスペックのところはね、どっちがいいのかってちょっと分かりませんけども、まあ、容量が少なければいいのかな。はい、まあね、いずれ、体の方がね、ちょっと濃くなってくるといいなと思います。はい、あと日の丸さんが気になる、ジェネリティブ NFT オーディオプロジェクトが、これ何て読むのかな、アーウィーブと体ので始動と。はい、こちらの記事を、ね、ちょっと読んでみたいと思います。実験的な NFT プロジェクトであるカルダノサウンズは、メディアストレージとフロントエンドホスティングにエアウィーブ
あの、なんだっけな、あの布団のなんかやつとなんかごっちゃになっちゃうんだけど、浅田真央が CM やってるやつですけどね、体のブロックチェーン上でローンチされる予定です。このプロジェクトはソフトウェアエンジニアのこちら方とチェコのサウンドデザイナー兼プロデューサーである BOP 氏のコラボレーションによって実現しました。このプロジェクトが始まるとユーザーはレイヤーのループのライブラリーからオーディオ NFT を作曲し、それを販売したりプロジェクトで使用するためにミントすることができるようになる予定です。目標は NFT で使用するために人々が生成したサウンドのライブラリーを提供することです。例えば NFT のためにミントするビデオにサウンドを追加したい場合、我々のサイトはその場所となるでしょうと。はい、音楽 NFT ってまだそんなに一般的じゃないようなちょっと気が個人的にはしているので、ちょっとすごいなと思って、あとこの AirWeave みたいなやつ、これが、ストレージなんですね。ただこれって体のチェーンじゃなくて、体のチェーンでもそういうのができつつあるので、そっちの方にだんだん使ってくるといいなと思うんですけど、あとまあオーディオのプロジェクトだと、あの音道場さんですか、あの後藤龍さんのところ、あれが音楽も入ってますよね、はい、だからこっちの方もだんだん、まあ多分他のチェーンではもういろいろ出てきてると思うんですけど、ちょっと体の上でもねどんどん出てきてほしいなと思います。はい、フォーブスジャパンさん、9月20日は国際 NFT でラッパーのスヌープドッグも祝福と。 NFT の起源はブロックチェーンゲームの先駆けとなったクリプトキティーズの開発元のラッパーラボですかね。はい、こちら記事ですけど、 NFT の起源はブロックチェーンゲームの先駆けとなったクリプトキティーズの開発元ラッパーラボの CTO、が NFT を支えるプロトコルの ERC721 を公開した2017年9月20日だとされている。そんな中、 Web3 分野の署名企業がコンソーシアムを結成し、今年から9月20日を国際 NFT デーとして祝うプロジェクトを発足させた。この取り組みにはダッパラボやアンドリーセン・ホロウィッツ、アモニカ・ブランズ、オープンシーなどのさまざまな企業が参加していると。はい、ということで、まあ、NFT のね、イーサリアムで今流行ってますけど、まあ、それが、まあ、他のチェーンに移りつつあるけどね、まあ、そこに今カルダノも入り込んできているというところなので、まあ、NFT 全体がまず盛り上がっていって、カルダノにこれはいいなというところですよね。はい、猫侍さん、9月23日、午後1時から2時45分、NHK 総合メタバースの衝撃、これ見るっけないということで、これですね、23日は祭日、ハードフォークの日、その朝はね、日本だとハードフォークなんですけど、その午後、メタバースの衝撃と NHK スペシャル、BS1 か、BS1 ですね、はい、あ、総合か、総合って書いてあるな。はい、ということで、NHK 見れる方はね、ちょっと見ていただければいいかなと思います。この、どこだったっけな、この欲望の資本主義っていうシリーズはね、この間はもう宮武さんが紹介されてましたし、その前のね、その前というか、このシリーズの本ではチャールさんがね、紹介されてたりするので、いい番組だと思いますので、ぜひお時間あったらご覧ください。はい、あと海外の情報ですけど、コインテレグラフからは、中国のデジタル人民元、広東省は何て言うのか分からない、湖北省、四川省での展開を計画ということで出てきましたね、これね、人民元。あの、どこの町だったっけ、一箇所を確かやってたんですけど、その後にもうね、こんだけの4つの省で広げると。ちょっと来てますね、中国人民銀行は中央銀行デジタル通貨であるデジタル人民元の展開を広東省など4つの省で拡大すると報じられている、こちらの報道によると、人民銀行のファン・ウェイ副総裁は、蘇州でのイベントで、PBOC は、こちらの4つのデジタル人民元の試験運用を開始する予定であると語った、こちらは人口合わせると3億6000万人すごいですね、3億6000万人、ちょうど日本の3倍か。日本の3倍がもう CBDC を使い出すと。これまで個々の都市や商店、特定の地域に限られていた中国の CBDC 計画を大幅に拡大することになると。すごいな、これはちょっと。2020年4月に CBDC の最初の試験運用が開始され、中国人民銀行は最終的に現金をデジタル人民元に置き換えることを目指してきた。2022年1月現在、2億6000万人のユーザーがデジタル人民元のためにデジタルウォレットを設定しており、130億ドル以上の取引が行われていると報告されている。
また2022年の北京冬季オリンピックでは、訪中した外国人選手のためにこのデジタル通貨を導入し、8月は一部の公共バス支払いにデジタル人民元を使用できるようにした。今までのところ中国人民銀行も中国政府も CBDC を全国で利用できるようにする計画を発表していない。ファン副総裁は4州への拡大は適切な時期に行われると述べた。バハマは2022年10月に CBDC を全国規模で正式に立ち上げた最初の国となった。ナイジェリアと中国はそれぞれのデジタル通貨を試験的に展開しているが、世界最大の経済大国である米国はデジタルドルの立ち上げの明確な計画を発表していない。3月、バイデン大統領のデジタル資産に関する大統領令の一環で、政府機関や部局は CBDC の設計やその潜在的なメリットのリスクの調査を始めているということで、すごいですね。ちょっとこれがね、結構これだけ使われると国外にね、どんどん出ていくということもあるし、まあ、日本もね、これで圧倒されるんじゃないかという意見もあるので、ちょっとね、本当に注視したいしていきたいし、まあ、発展するのはいいことだと思うんですけどね、ちょっと怖いなという気がします。はい、そしてアメリカですけど、ミスタービットコインさん、コロラド州でペイパルを通じてビットコインによる納税ですよ。納税。はい、素晴らしいですね、アメリカ、はい、が可能にということですね。はい、そしてコイン海外速報は、イランは9月22日 に CBDC を開始するということでね、もういろんなところで CBDC が出てきているということですね。はい、では値段に戻りまして 64.13 円ですね。14,012.9×64.13 で元本が10万円ですので、計算しますと、79万8,647円のプラスということになりまして、はい、798.6% のプラスということです。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。